本日のお題はこちら。ゆっくりしていってね。さて、今回はマスコミ問題なので私が扱っていくが、扱う内容が多いので前後編の2パートでやっていくぜ。パート2は来週な。今回の件って、いわゆる韓国に対する輸出管理強化の件を、日本のマスコミが、徴用工問題への報復だ、とデマを報じて訂正すらしなかった件よね。そうだぜ。それで、この件って、デマがどう出来上がって広まったか、がほぼ全てわかっているので、いずれやろうと考えていたんだぜ。ああ、あれ確か韓国で始まって日本にデマが輸出され、日本でデマが増幅されて韓国と国際社会に再輸出って流れなのよね。重要なのはこの件でちゃんと情報の裏取りをしたメディアが日経ビジネスといくつかのネットメディア等のごく一部しかなくて、ほぼ全てのメディアが、場合によっては数年にわたってデマを垂れ流し続けたってことだぜ。で、今回はそのあたりを扱うと。そういうことだぜ。そんなわけでそろそろ本編へ行くぜ。この件、デマが広がりすぎて情報が錯綜しまくったので、当時の経産省や政府の発表を総合すると、次のようになるぜ。韓国で輸出管理をめぐり不適切な事案。韓国の通常兵器キャッチオール関連法に不備。韓国の輸出管理人員の不足。韓国が関連する定期対話に出てこなくなる、という、信頼関係を著しく損なう、事例が発生し、さらに、日韓請求権協定、という国際法を韓国が守る意思すらない事態も発生していたことから、韓国に対する輸出管理の変更を行ったという事例なんだぜ。詳細は同時掲載のブログにリンクを貼っておくので、そっちを見てほしいぜ。要するに、韓国も批准している国際合意に基づいて行っている通常兵器キャッチオール規制についての問題が主題で、徴用工裁判等は、国際法、という枠内での、信頼関係の喪失、という問題に関わる部分なのよね。つまり、韓国はこういう韓国も批准している他国間合意で問題を起こしたとわかるわけだが、日本のメディアは本題部分を無視して徴用工裁判関連の、しかも、国際法違反、という部分すら無視してデマを拡散させたわけだぜ。しかも経産省が行った措置での実質的な変化というのは、日本から韓国へ兵器転用可能な物資の一部を輸出する際に、企業側が経産省に提出する書類の種類と数が増えたというだけで、輸出量の制限をする措置はないし、国際ルールに反する行いでもないのよね。そうだぜ。でもこのあたりのことを日本のマスコミはまるで調べずに、対韓輸出規制、徴用工問題で対抗、という、センセーショナルな見出しのデマを報じて、肝心の通常兵器キャッチオール関連の情報は無視したわけだぜ。それで、ここからが今回の本題ね。そうだぜ。まず重要なのが、徴用工問題の報復、という話がどこから出てきたかで。2019年7月の輸出管理強化措置発表の半年以上前、2018年11月に遡るぜ。2018年11月8日、韓国メディアが、日本政府が韓国に輸出される半導体製造用フッ化水素の一部を承認しないという事態が発生した。韓国の半導体業界に緊張が走っている、と報じて、その原因として、新日鉄重金に韓国人元徴用工への賠償を命じた韓国最高裁の判決への、報復措置、と見るユーザーも多く、と伝えているぜ。確かこの当時日本政府が、報復の検討、をしていたのは、裁判結果を受けて差し押さえられた日本企業の資産が売却された場合なのよね。そうだぜ。国際法では、国際法違反が発生して特定の国に、実害、が出た場合に、それに対して、報復すること、が容認されているから、日本政府は、資産の売却、を国際法違反による損害と定義して、報復措置の検討に入っていたわけだ。他にも、韓国のジャーナリストのブログの2018年11月9日の記事に、日本政府が最近、韓国に輸出される HF の一部を承認しないことで問題が発生した、とした上で、業界の声として、10月にキム・ミョンス大法院が強制徴用被害者に賠償金を支払わなければならないと判決したことが原因であるとの分析も出ている、と紹介されていて、この時点で、徴用工問題の報復、という話が韓国の半導体業界で出回っていたことがわかるぜ。実際には、時期的に輸出管理をめぐり、不
適切な事案を起こして問題化していたことが原因よね。そうだぜ。そして次を読むと、こうした流れの中で、2019年1月に日系韓国人の保坂裕二教授が、強制徴用賠償判決に伴う日本企業の韓国内資産の差し押さえに関連して日本国内で韓国に対する制裁が議論となっている、と話していて、どうもこの頃には、資産を売却したら制裁、という話が、裁判結果に制裁、という話にすり替わっていたことが確認できるぜ。ああ、この時点ですでに韓国では問題の論点が完全にすり替わってしまっていたのね。そして問題はここからで、次を見てもらうと、2019年1月19日に、さっきの保坂教授の話を真に受けたらしい勇敢不死が、2018年11月の韓国メディアの報じた内容と合わせて、自民党内では、韓国経済を支える半導体製造に不可欠な、フッ化水素、など、素材、部品提供の禁輸を主張する声も強まっている、なんてことを報じているんだぜ。でな、この頃ネット上の一部世論でも、2018年11月の韓国メディアの話から、フッ化水素禁輸で報復、なんて話が出ていて、それもデマ拡散に影響したみたいだな。ああ、この時点で、現金化したら報復、という話と、兵器転用可能物資の国際合意に違反、という話を、日本のメディアでも混同する記事が出てきていたのね。で、いろいろと調べてみると、フッ化水素など、素材、部品提供の禁輸を主張する声も強まっている、というのは、当時実際に騒いでいた自民党議員がいたみたいなんだぜ。そしてさらにややこしいのが、次を読むと、2019年1月21日に韓国の中央日報が、19日の勇敢不死の報道を引用。レーダー照射問題、強制徴用賠償判決問題などを受け、日本自民党内では、韓国に対する経済制裁措置の一環として半導体素材の輸出禁止が提案されていると、勇敢不死が19日報じた。同紙は、韓国経済を支える半導体の製造に欠かせない、フッ化水素、などの素材と部品の輸出を禁止すべきだという声が自民党内で高まっていると伝えた、と書かれているぜ。つまりこれ、差し押さえ資産を現金化したら報復、という話と、韓国の通常兵器キャッチオール規制に問題がある、という話を混同した。報復説、が韓国のメディアを中心に発生し、それがネット経由で一部自民党議員に伝言ゲームで伝わり勇敢不死が記事化。さらにそれを中央日報が引用することで、ある種のソースロンダリングが完成したってことよね。そういうことだぜ。その結果、本来は国際合意に基づく通常兵器キャッチオール規制関連の問題で、輸出許可申請の申請方法が変更された、というだけの話が、いわゆる徴用工訴訟をめぐり、韓国側が関係改善に向けた具体的な対応を示さないことへの事実上の対抗措置、という飛ばし記事に繋がっていくわけだ。ソース元も判然としない解情報を、マスコミが裏取りせずに記事にしているのがよくわかるわね。でな、ここで重要なのは、別に輸出管理体制に関して専門知識がなくても、これが、徴用工問題の報復ではない、ということは、ちゃんと情報を追っていればわかるってことだぜ。例えばどんな情報があるの？まずは過去にも何度か引用しているこれ。2019年3月12日の衆議院財務金融委員会で、当時の麻生国務大臣が答弁しているが、徴用工裁判に関連した制裁措置の検討に関して、関税に限らず、送金停止とかいろいろな方法がありますので、ビザの発給停止とかいろいろな報復措置があろうかと思いますけれども、そういったものになる前のところで今交渉されているというところだと思いますので、これ以上ことが進んで実害がもっと出てきたということになってくると、これはまた別の段階になりますので、その段階では考えないかぬという、段階によって対応の仕方が変わってくるんだとは思っておりますけれども、と答えているぜ。要するにこれ、徴用工裁判で日本企業が敗訴して資産が差し押さえられたので、売却されないように韓国と外交交渉をしている最中だけど、もし実際に資産が売却されて、実害が出た場合には、対抗措置としての制裁が必要になるのでいろいろと検討していると答えているのよね。そうだぜ。つまりこれを読む限り、日本政府としては、判決が出たこと、を制裁のトリガーとする意思はないということだぜ。そして次はこれ。毎日新聞の2019年6月21日、つまり輸出管理強化が発表される約10日前の記事なんだが、
この中で日本政府の見解として、資産売却で日本企業に損害が生じた場合、国際法違反を是正しなかった韓国の国家責任を問い、企業の損害額に応じて国家間で賠償を求める方針だ。国際法違反行為に関する国家の損害賠償義務は、2001年に国連国際法委員会が採択した国家責任条文で明文化された、と書かれているぜ。そして、日本側は資産売却への対抗措置として、韓国産品への関税引き上げや韓国人への査証免除の厳格化などを検討している。ただ、日本側も対抗措置の応酬は望んでおらず、請求権協定に基づく仲裁に応じるよう韓国政府に求めている、とも書かれているぜ。この記事を見ても、裁判そのものが制裁のトリガーではなく、あくまで資産売却を損害と定義して、国際法に基づいた措置を検討しているというのがわかるわね。こういった情報からもわかるが、日本が当時検討していた制裁とはあくまで、資産が売却された場合、を想定しているのに。なんで徴用工裁判そのものへの、報復、を、何の脈絡もなくやるのか、不自然極まりないからこれで、おかしい、と気づけるわけだ。ここで問題なのがな、今回説明したように発端や輸出管理制度の詳細がわからなくても、この措置が制裁ではないことがわかる情報が当時の時点で山のようにあったってことだぜ。そうなのよね、実際輸出管理のことなんて当時全く知らなかったウプ主が、おかしい、と気づいたのも。元々の方針で日本側が圧倒的に有利なのに、もしあれが制裁なら日本側がわざわざ韓国に有利になるよう動いたってことになってしまうからなのよね。そうなんだぜ。普通に考えたらそんなことはありえないというか、それまで国際法に沿って対応していた日本が、脈絡もなく国際社会の貿易ルールを何のメリットもないのに破ったという、極めて不自然な事態になるからな。この件って、マスコミ各社のそれぞれの担当部署が、何一つ裏取りもせず誰もそれを疑問に思わなかったということなのよね。エビデンスがないとダメですか？は別に朝日新聞だけのネタではないってことだな。なるほど。そんなわけで今回の本編はここで終わるぜ。ご視聴ありがとうございました。お疲れ。今回は前後編の前編なのでおまけはないよ。そんなわけで今回はここで終わるぜ。また来週。